ツェンダップ・フォルクスアウト・フォルクスアウトは、ポルシェがチェンダップのために製作した試作者である。ツェンダップの工場所有者で、数密顧問官であったノイマイヤーは1925年から小型車開発の発想を抱いており、フォルクスアウトと名付けて、オートバイ生産と並行して実現させようと考え、イギリスから研究のために小型車を取り寄せたり、 ミュンヘン郊外で工場用地の取得交渉をしたりしていたが、これは実現されなかった。1931年、チェーンダップはオートバイ事業が不振に陥り、小型車の生産に乗り出すことにした。しかし車内には経験のある技術者がいなかったため、1931年春に設計をポルシェに依頼した。 ポルシェは水平対向4気筒の空冷エンジンを推奨したが、チェーンダップの移行で1リットル5気筒 25PS の水冷性型エンジンを搭載している点以外は、セントラルバックボーンフレームの車種、トランスバースリーフスプリングを用いた4輪、独立喧嘩サスペンション、5車軸のすぐ後ろにエンジンを積みすぐ前に、トランスミッションを積むなど、後のフォルクスワーゲンタイプ1の原型の一つである。 ポルシェは1931年12月から設計図を描き始めて1932年4月に設計を完了。1932年中に試作車を3台完成させて厳しい走行テストを経、量産体制への移行直前までこぎつけたが、1933年にチェーンダップのオートバイ生産が軌道に乗り始めたこと、小型車の開発生産費用がチェーンダップの想定を はるかに超えたことから量産はされなかった。チェーンダップは研究開発とテスト費用としてポルシェに少なくとも8万5000マルクを支払った。フェルギナント・ポルシェはこの施策を通じて小型車は大型車の縮小ではなくそれなりに最も適したメカニズムとスタイルが追求されなければならないという結論に至った。この試作車のうち一台は残されていたが百四十四年の シュトゥットガルト空襲で、車庫ともども破壊されてしまった。ありがとうございます。